ねえ、あやちゃん。さえこさん、何でしょうか？さっきあやちゃんが男の人とティファニーから出てくるの見ちゃったんだけど、もしかしてあなた、結婚するの？え、近くにいらっしゃったんですか？すみません、気がつかなくて。いいのよ。私もこっそり覗いてただけだから。で、どうなの？はい、今月末に入籍する予定なんです。マジ？本当ですけど、何か？だって、相手が。私の彼がどうかしましたか？言っちゃ悪いけど、ぬぼーっとしてるというか、パッとしないっていうか、言っちゃえばちょっと綺麗なホームレスみたいだったんだもん。合コンや婚活でたくさんの男を見てきた私にはわかるわ。あなたの彼は解消なしだってね。あやちゃん30手前で妥協したんだなーって思っちゃったわ。妥協なんてしてません。さえこさん、ひどいです。私、心配しているのよ。入社当時から面倒を見てきた可愛い後輩が、結婚を焦るあまり、とんでもない男と結婚しようとしているなんて、先輩として止めるべきでしょ？確かに、格好には頓着がない人ですけど、ちゃんと仕事はしていますし、ああ見えてしっかりした人なんですよ。あれがしっかりしてるなら、世の中の人間は大抵しっかり者よ。働いてるって言っても、派遣とか、よくてブラック企業の営業とかでしょ？そんなことありません。それがティファニーなんて奮発しちゃってまあ、お金大丈夫？さっきから何がおっしゃりたいんですか？結婚式やるのよね。あげますけど。私は参列しないから招待状よこさないでね。え？式をあげるなら常識として職場の人間を呼ぶでしょ？うちの会社規模からして部長や課長は呼ぶとして、次は先輩である私よね。まあ、呼ぶとしたら、そうですね。だから、先にお断りしておこうと思って。一応、理由をお聞きしてもいいですか？そんなの決まってるじゃない。あんな旦那の友達に、私のお眼鏡にかなう男がいるはずがないもの。そんな式にわざわざご祝儀払ってまで行きたくないでしょ？お金の無駄。つまり、婚活の場として使い物にならないから参加したくない。そういうことですね。Yes, that's right. あ、ごめんなさい。つい帰国子女の癖が。ははは。何よ。いいえ、残念ですが、サエコさんへのご招待は控えさせていただきますね。ごめんね。気持ち的には祝福してるわ。正直あんた、若いってだけで、地味に社内の男の子から人気あったから、邪魔だったのよね。そんなことはないと思いますけど、サエコさん、20代の男性しかダメだっていつも言ってますもんね。男の子は若いに限る。だから結婚してくれてありがとう。あの、本当に呼びませんからね。怒らないでくださいね。こっちから願い下げだって言ってんでしょ。わかりました。あーやーちゃーん。サエコさん、どうしたんですか？そんな怒りマックスな感じで。どうしたもこうしたもないわよ。なんで黙ってたの？何の話でしょう。あなたの旦那さん、お医者様なんですって？ああ、はい、まあ。まあじゃないわよ。ニートどころか、超絶優良物件じゃないの。あの、誰から？今日参列するメンバーにメッセージ送ったらそう言ってたのよ。そうだったんですね。あんた、私を参列させないために嘘ついたわね。嘘なんてついてないです。確かに夫の職業については言ってませんでしたけど、わざわざ職場の先輩にひけらかすものでもないと思ったので。アホか！夫の地位は妻の地位。ガンガンアピらなくてどうするのよ！じゃああの時、私の夫は医者ですってお伝えしたら、祝福してくれましたか？先輩差し置いてふざけんじゃないって、切れてたわね、それは。いろいろ矛盾してるじゃないですか。とにかく、私に黙っていたことは、あんたの罪よ。償いなさい。な、一体どうしろっておっしゃるんですか？そもそも挙式は午前中に終わってしまいましたし。披露宴があるじゃない。え？むしろ披露宴が出会いの本番。私を出席させなさい。今からですか？無茶言わないでください。サエコさん、私の式なんか絶対行かないって言ってたじゃないですか。新郎が医者となれば話は別よ。彼の同僚席、他の医者が来てるんでしょ？来てますけど、皆さん結構お年を召していますし、サエコさん好みの若い人はほとんどいませんよ。
それでもいいわ。いいんですか？パトロンっていう手もあるからね。人の結婚式でパトロン探ししないでください。席はもう決まってしまっていますし、料理のこともあるので、今からは無理です。そこをなんとかしなさいよ。どうせ食べないんだから、あんたの食事をこっちに回せばいいでしょ？私の一生に一回の晴れ舞台に、どうして私がそこまでしないといけないんですか？私の後輩だからに決まってるでしょ？入社したばかりで右も左もわからないあんたに、つきっきりで仕事を教えてやったの。誰だと思ってるのよ。先輩です。ほらね。サエコさん以外の。は？毎回毎回先輩風吹かせてきますけど、こんな大切な日に非常識な連絡をしてくるなんて、もう限界です。言わせていただきますけど、仕事を教えてくださったのは他の先輩方です。サエコさんには面倒な仕事を押し付けられていた記憶しかありません。それは、あなたを鍛えるためでしょ？そうですか？サエコさんが他の先輩方に、後輩に仕事を押し付けて飲むビールは最高って言ってるの、知ってるんですからね。そんな話、誰から？それだけ他の先輩方も、あなたの非常識な態度にはふんざりしていたってことです。今日は私にとって本当に大切な日なんです。寝る間も惜しんで準備して。友人たちも楽しみにしてくれているんです。お願いですから、そっとしておいてください。許さない。絶対参列してやるから。サエコさんは名簿にないので、受付を通れませんよ。なんとかしてみせるわよ。万年ご祝儀貧乏を舐めるな。そもそも会場知らないですよね。それが知ってるんだな。え？挙式の写真を SNS にアップしてる子がいてね。特定してやったのよ。挙式の会場を？そうよ。だからこれからそこに向かって、あんたのあのぼーっとした旦那を私の色化でメロメロにしてやるんだから。首を洗って待ってなさい。花嫁に言うことじゃない。いい会場じゃない。さすが医者の結婚式なだけあるわ。あの先輩、今どこに？もう会場の中よ。え、あの先輩一体どこに？だから、あんたの結婚式の会場、みんなが入っていくタイミングにスッと潜り込んだら誰にも咎められなかったわ。ちょうどドタキャンが出たみたいで席も一つ空いてたし。いやーね、人の結婚式でドタキャンするとか非常識にも程があるわ。棚上げわろた。それにしても豪華だけどお花のセンスがないわね。ピンク基調ってちょっと子供っぽすぎない？え、いえ、会場は幸せの黄色基調ですけど。引き出物も大したことないわね。これお皿？正直もらって困るものナンバーワンじゃない。もっと参加者のこと考えないとダメよ。いえ、引き出物にお皿は入れてませんけど。あの、さえこさん？この程度の式ならご祝儀は1000円払えば十分よね。は？結構若い人もいっぱい来てるし、やっぱりあやちゃんって嘘つきね。え？若い人なんて数えるほどしかいないはずですけど。1000円で医者バイキング、うはうはね。お酒もお料理もしっかり堪能させてもらったわ。え？もう？なにその反応。今お色直し中でしょ？どこにいるんですか？は？私たちの披露宴はこれからですけど。は？どういうこと？もう中盤じゃない。さっきから全然うちの披露宴会場と状況が違いますし。バカ言わないで、ちゃんと挙式会場横の披露宴会場に来てるわよ。そこうちの会場じゃないです。え？嘘？なんで？だってここ教会と披露宴会場が一緒になってる式場じゃないの。確かにそこは挙式から披露宴まで一通りできます。教会もいろいろ回った中では一番綺麗だったので挙式はそちらに決めました。でも私たちは披露宴でたくさんの人を呼びたかったので、キャバの関係で披露宴は別のところでやることにしたんですよ。じゃあここは誰の式なのよ。私以外の誰かであることは確かですね。どうすんのよ！もう料理も食べちゃったのよ！そもそもの話、神父が私じゃない時点で気がつきませんか、普通。そんなの男の子に目が行ってて気にしてる暇なかったわよ。本気で男探しに来ようとしていたんですね。これ、どうしたらいいの？そんなこと私に言われても。あんたのせいでしょ！
なんとかしなさいよ。すみません。もうそろそろ披露宴始まるので、この辺で。しょ、私を見捨てる気？ねえ、ねえってば。何ですか？お金持ってきて。はい？あの後、欠席だと思ってた人が遅れてやってきて、私が潜り込んでたのがバレちゃったのよ。え、なんでお金なんですか？会場から一旦飲み食いした分だけでも払えって言われて。払ったらいいじゃないですか。男引っ掛けに来てるのにお財布持ってくる女がいますか？え、お金持ってないんですか？あるけど、ご祝儀用の1000円しかないの。だから今すぐこっちに戻ってきて届けて。なんでそれを披露宴が終わったばかりの私に頼むんですか。あんたのせいだからよ。断じて違います。二点三点勘違いをこじらせたご自分のせいです。ごちゃごちゃ言わずにすぐ来い。他の人に頼んでください。こんな恥ずかしいことさらせるか。じゃあ諦めるしかありませんね。こっちの人ぶち切れてるのよ。私このまま支払えなかったらどうなるか。私が会社に行けなくなってもいいの？はい、全然困りません。なぬ？むしろ仕事を押し付けてくる人がいなくなってありがたいですね。押し付けたのはごめんなさい。あの時は忙しくてつい意地悪しちゃったのよ。じゃあ私も今かなり忙しいので、つい意地悪しちゃってもしょうがないですよね。お願いだから助けてよ。じゃあ1000円でいいですか？結局お金が払えなかったサエコさんは式場のスタッフに警察を呼ばれてしまったそうです。その後お金は払ったそうですが、怒り心頭のスタッフ及び新郎新婦から結婚式で好き勝手やったことに対する損害賠償を請求されてしまったそう。さらに挙式と披露宴の間、なんとか会場を特定しようと同僚にメッセージを送りまくっていたのが広まってしまい、連動するように今回のことの顛末が会社中に知れ渡ることとなり、ちょっとやばい人から近づいたらいけないたたり神に見事昇格されたのでした。もちろん見えっ張りなサエコさんがそんな状況に耐えられるはずもなく、逃げるように会社を辞めていったのは言うまでもありません。噂ではこれを機にいい男を捕まえて専業主婦になってやると意気込んで結婚相談所に登録したそうですが、彼女好みの20代男性、しかもいわゆる参考で優しくて何でも言うことを聞いてくれる男性なんてそうそういるはずもなく、年上の男性ばかり紹介されて心が折れかけているのだとか、自分が幸せになることばかり考えているうちは結婚なんてできないでしょうね。